こんにちは。久しぶりにまたインスタグラムのフォロワーさんからメッセージが来ております。質問なんですけどもね、これちょっと質問の聞き方が結構えげつないっていうか、まあ、失礼ではあるんですけども、そのまま引用して答えさせてもらいます。頭が悪そうだなと感じるときはどんなときですかってこれ人に対してでしょ、うん、まずこの質問がね、まずこの質問が頭が悪いと思いますけど、もうちょっと柔らかく聞いてください。要するに、会話をしていてこの人頭が悪いなっていう風に感じるときってどんな特徴がありますかってことだと思うんですよ、うん、そうですね、まあ、これね、該当したからといって落ち込まないでほしいんですけども、うん、まずはね、個人的な経験を一般論だと思っちゃう人っていうのはあんまり賢くないかなと思いますよね。自分の人生経験こうだったから、だからあなたもこうでしょうとか、君もこうだろうとかね、みんなそうだろうっていう風になっちゃったりとかするのは、まあ、これはね、必ずしもバカな考えってわけではないんですよ。この勘違いに陥っちゃうところに気づくと、自分の個人的な体験とか思い込みがすごくね、ミクロな考えであって、マクロ的には一般論化できないものだっていうことに気づくんで、自分の体験ももちろん話すんだけども、だけどももうちょっと大きな視点で考えるっていうことをね、指していけるんじゃないかなと思うんですよ。つまりミクロとマクロ同時に返信できるんで、聞いた方が自分のさじ加減で受け取ることができるってことですよね。であとはね、まあいろんなことを同時に進行しちゃいますよね、会話の中で。で、唐突に知らない人の名前が出てきたりとか、そうですね、これですね。やっぱこう、話題が急に変わるときですかね。うん、これやっぱね、何でもオチをつけて、一個のセンテンスが終わってから次に行った方がいいわけなんですよ。もしくは、伏線を張っていくときとかってもあるんですよね。というのが、本題に入る前に前提条件を整えるために話さないといけないことってあるんですよ。でその時に、いや、そういう話してんじゃないからっていうふうに腰の骨を折る人もいるんですけども、これをやっぱせずに待てるともっといいのかなと思いますよね。うん。その他なんだろうね。まあ時系列で話したがるのもね、あんまりいい話し方じゃないですよね。これちょっと意外に思いますけども、例えば何時にどこどこに行って、その後誰々と会ってっていうふうに日記みたいに話すと、これはね、苦痛なんですよ、聞いてる方は。そうじゃなくて、要点をかいつまんで起承転結って感じで話すと、興味を持って、しかも組み立てながら聞く方が受け取ることができるんですよね。まあでも一言で言うと、聞きやすいかなと思いながら喋ることなんじゃないかなと思いますよね。ゆっくりとセンテンス区切りながらね、で、きちんと飲み込めてるかどうかを観察するってことですか。途中で質問をさせてもいいですよね。ここまで分かりますかみたいな感じで、ちゃんと伝わってますかねとか、言い方間違えてないですかねとか、変なこと言いましたっけみたいな感じで、ちょっとね、自分自身ちょっとこうおどけながらっていう感じですか。そんな感じじゃないですかね。感情を逆なでするっていうか、怒らせたらもうね、聞いてもらえないんでね、もうすでに矛盾点を探してやろうって気持ちにさせちゃうんで、そうなるとなんかね、もう水かけ論というか、いわゆるこの論破合戦になっちゃうんで、会話に矛盾があってもいいんですよ。そういうもんですから、会話って上手に話せないんでね。で、わけわかんないこと言ってるなと思いながらも、一通り、まあ、聞いてあげるっていうことと、うん、やっぱこう自分が脱線しまくって元の話題に返ってこれないなってことが判断できると、多分いい会話になるんじゃないかなと思いますよね。で、それがね、なんでこういう会話が続くかっていうと、聞いたふりして聞いてない人の存在がそれをさせちゃうんですよ。一通り気持ちよく話したんだけども、受け取ってる方が分かったつもりで、なるほどね、分かった、うん、ありがとうみたいな感じで終わるんだけども、全然分かってないみたいな人が話してを勘違いさせちゃって、通じたと思っちゃうんですよね。で、話す方はすっきりしちゃうんですけども、聞いてる方は右から左みたいな感じでね、結局何言いたかったのかなっていうのを本人に伝えずにそのまま立ち去ってしまうっていうところで、うん、他の人はこれで話分かってくれたのにっていうふうに間違った経験をすり込んじゃうんですよね。うん、でも物事はっきり言う人からすると、
それは多分誰も分かってないと思うよみたいなこと言ってくれたりとかするんじゃないかなと思うんですよ。まあけどね、なんかこうあんまりそういうことを考えずに、会話を楽しめばいいんじゃないですか。なんか結局会話って自分の言いたいことを言って、それで反論がなければなんか楽しいもんですからねそれで終わればいいんじゃないかなと思います。ただね、他の方がね、この人 IQ 低そうだなっていう風に感じるのはどんな時ですかっても以前聞いて答えたんですけども、 IQ なんて測ったことないでしょ、はっきり言って。分かんないと思いますよ。 IQ って言葉は知ってるだけで、 IQ テストは実際インターネットに持ちてるんでやってみればいいと思いますけども、多分 IQ で100を取ることがすんなりできる人ってあんまりいないと思います。そのぐらい自分は平均ぐらいかなと思っている人が多いんだけども、平均以下なんですよ結構。本当に IQ100 とかを目指してインターネットでなんかね、そういうテストがありますからやってみたらね、多分愕然とすると思いますよ。これはなかなか面白いんで、今度ライブでやりましょうか。じゃあ以上です。